フランス南西部アングレームで開幕した国際漫画祭の主催者は、今年の最優秀賞をアキラの作者大友克洋さんに授与すると発表しました。作品としては過去に水木しげるさんののんのんばあと俺が最優秀作品に選ばれていますが、漫画家として日本人の最優秀賞受賞は初めてです。この漫画祭は今年で42回目を迎えるヨーロッパ最大規模の漫画イベントだということです。はい、これが宮台さんの気になるニュースということなんですが、どのあたりが、はい、まずね、メールを紹介させていただきますね。彼の代表作、今のアナウンスにもあったアキラなんですね、でアキラはですね、メール読みますよ。アキラは、2020年の東京オリンピックが開かれるはずだったネオ東京が舞台、つまりね、漫画の中で2020年に東京オリンピックが開かれますという前提で描かれてるんですね。で、まあ、昨今の人質問題で不穏な感じも似ていますって書いていらっしゃるんですね。そういうメールの内容なの、はい、でね、そうなんですよ。で、実はね、東京オリンピックだけではなくてね、これね、84年から連載かな、ですね、かなり古くから連載があるんです、アキラというか、そうですね、で、その意味ではですね、95年のオウム真理教の事件があったときに、オウム真理教の事件も先取りしているっていうふうに言われたりした、ね、あるいはですね、それだけじゃなくて、これから話す一番ポイントなんだけれども、それ以降のですね、日本の漫画の流れをすべて先取りしてしまった、あるいは漫画だけじゃなくて、日本のアニメの流れも完全に先取りしてしまったということで、実は大友克洋以前以降っていうふうに漫画史上言われている。もっと正確に言うとですね、ドーム以前以降って言われてるんですね。ドームっていうのはですね、彼が有名になった1981年から2年まで連載された作品で、83年には日本 SF 大賞第4回の大賞を受賞しているんですよね、でね、彼はね、もともと漫画家志望を中学生ぐらいからやってたんだけど、高校の時にね、映画にハマってですね、アメリカンニューシネマを見まくって、で70年代はね、アメリカンニューシネマタッチの気分はもう戦争的なものを描いていたんですよ。つっても、まあ作品名言ってもわからないかもしれません。あ、僕はね、京慶さんにドームを進めるっていう目的で今お話をしてるんですね、そうなんだ。そう、ところが81年にドームが出て、僕も腰を抜かしました。いろんな人が腰を抜かしたんです。さあ、なぜかというと、今までの漫画と全く違うんです、今までの漫画はキャラクター漫画です、でキャラクターは記号です。わかりますよね、記号です、はい、リアルな、情景描写ではない、でキャラクターの、簡単に言うと振る舞い言動をサポートするために背景が存在するんですよ ね。ところがドームを見ると、まずクローズアップがほとんど存在しない。で、高島平団地とおぼしき高層団地の中で、実はですね、超能力を持った少女と老人が一対一で戦ってるんですね。しかし誰もそれを知らない、誰もそれを知らないで、ただひたすらですね、その団地のですね、特に、上から見た俯瞰の図がですね、繰り返し繰り返し描かれて、で時々ですね、団地のブランクの鉄パイプがボコンとですね、へこんだり曲がったりする。でもそれは裏で起こっている巨大なですね、少女と老人の超能力大戦争の現れに過ぎないんですね。そう、ドームというのはわらべの夢です、ね、というタイトルのタイトルなんです、の漫画なんです。これを読むとね、いわゆる漫画嫌いの京慶さんでもですね、その素晴らしいデッサン、その団地ってさ、すごいでしょ、団地の建物がいろんな角度からのパースが描かれてるんです。その大友克洋さんの、その素晴らしさ、世界は何なんですか。細かいその描写もそうでしょうけど、いいところがついてきますね、普通ね、漫画っていうと非日常を描くでしょ、大友さんはそうじゃないと、ひたすら日常を描くんです。でこれがね、70年代のアメリカンニューシネマの影響を受けたあれなんです、高島平の団地の日常をひたすら描く、その中にちょっとした異常があるんですよ、で誰もそれを目に留めないんですけれども、その裏側にとてつもない動きがあるんだよっていうね、まあ実はこれはね、まあご存知のようにデビルマンモチーフなんです、古く遡るとね。だってそれは今現実がそうじゃないですか。なんだか世界どこ見ても切り取ってみると不穏な動きがずっとあるでしょ。そうですね、なんか明日何かとんでもないことが起きるんじゃないかしらって不安に駆られる時がありますよ今、それをね、アイシルの動きだってそうですもん。ちょっとアキラはね、元の映画の
まあ、漫画の作法に戻ってるんだけど、ドームをご覧になると分かるのはね、1枚のコマだけで、うん、日常なんだけど実はとてつもない不安なことが隠れているっていうのが1枚のコマ、1個のコマだけで描けてるんですよ。へー。なのでその1個のコマだけをね、何十分凝視してもそれに耐える、凝視に耐えるようなね質を持った映画で、うん、これはアキラでありまして、ドームではございません。アキラはねややポップな方向、従来の、まあ、漫画、映画で言えば、まあ、普通のモンタージュ技法に戻っているんですが、うん、それこそ長尺の俯瞰長回しみたいなのがドームの手法で、それはまさに日常を描き込むことによってちょっとした偏差の中にですね、恐ろしいことを、不安を感じさせるっていうね、それ以降、まあ、日本漫画では決定的になる方法を編み出したんです。そうすると僕は野谷松太郎で終わっている漫画、うん、大友克洋さんのドームから始めるといいんですね。そうだから社会を描いてる、まさにね、止まった時間を、はい、また、ね、また動き出して、なんて動かさなきゃいけない心地よく終わったんだ僕の漫画、はい。